日本の歴史は怨霊と切り離せないことをご存知だろうか。怨霊とは自分が受けた仕打ちに恨みを抱き、祟りをもたらす悪霊のことだ。その呪いの対象は個人にとどまらず、時には疫病や天変地異を起こして世の中に大きな悲劇を巻き起こす。古くからその存在は恐れられ、国を統べる者たちは怨霊を鎮めるために様々な手立てを打ってきた。しかしいくらあがこうと、史上最強と呼ばれる怨霊の魂を収めることはできない。平将門、菅原の道真と並ぶ日本三大怨霊の一人、自らの不遇の人生を恨み平安京を炎で燃え上がらせた男こそ第75代天皇、崇徳天皇だ。ミッドナイトムーン。マドモアゼル、スケテラス今宵も最高のエモグロビンを。ミッドナイトの食、ミッドナイトムーンへようこそ。ヴァンパイアの剣だぞ。言うの？サンドの飯より人間が怯える顔が好き。闇人形の闇にですわ。安定の悪趣味。しかも闇に君は食べなくても平気なんだから、サンドの飯構文はずるいぞ。さて、今宵お話しするのは史上最強の怨霊、崇徳天皇について。天皇でありながら怨霊と呼ばれるに至った背景には、恨まずにはいられない壮絶な人生があったんだぞ。言うの？歌を愛する繊細な青年。遡ること903年前の1119年5月28日、鳥羽上皇の第一皇太子として崇徳天皇は誕生した。母親は天皇家と関わりが深い藤原家の娘、藤原の彰子であり、まさに天皇になるべき血筋の人物だったんだ。特に曽祖父にあたる白河法皇は崇徳天皇を溺愛し、我が子のように可愛がったという。あまりに可愛がるあまり、白河法皇は当時まだ二十歳だった鳥羽天皇に無理やり天皇の座を譲らせ、幼い崇徳天皇を天皇に据えたほどだった。崇徳天皇が第75代天皇となった年齢はなんと満3歳。3歳ですって。ちびっこもいいとこですわ。サザエさんで言ったらタラちゃんの年ですわよ。わかりやすい例えをありがとう。平安時代は皇室が政治の中心。しかし3歳の天皇に政治ができるわけもなく、実権は別の人物にあったんだぞ。言うの？当時の政治は院政と呼ばれ、実権は天皇の父親や祖父が握っていた。そしてこの院政の中で長きにわたり力を持っていたのが白河法皇。その構図は崇徳天皇が即位した後も変わらず、権力は白河法皇が握っていたんだ。そんな権力を持たない崇徳天皇だったが、彼の関心は他にあった。崇徳天皇が幼少期から夢中になったもの、それは和歌だった。父である鳥羽天皇は和歌に興味がなかったのに対し、崇徳天皇は頻繁に歌会を開き、多くの和歌を残した。その作風は繊細で美しく、崇徳天皇の感受性豊かな人柄が感じられるんだ。のんきに和歌なんて読んで怨霊になりそうもないじゃない。早くドロドロでおぞましい話を聞かせなさいよ。いや、アメリ君落ち着いて。のんきなんてとんでもない。実は崇徳天皇の老いたちは複雑で不幸続きだったんだぞ。積年の恨みから闇へ。実は崇徳天皇には生まれながらに不幸がつきまとっていた。その不幸とは父親である鳥羽上皇に嫌悪されていたこと。鳥羽上皇は崇徳天皇のことをおじごと呼び、ひどく疎んでいたらしい。その言葉が意味するところは、崇徳天皇の父は鳥羽上皇ではなく白河法皇だということ。そう、当時権力を掌握していた白河法皇はあろうことか孫の妻に手を出していた。その結果生まれた子供が崇徳天皇だという噂が立っていたんだ。人間関係がドロドロしとるんかい。鳥羽上皇からしたら、我が子が自分の父親の弟にあたるという複雑な状況だ。叔父でもある子供という意味で叔父子と呼んでいたんだろうね。噂の真偽はわからないが、鳥羽上皇の崇徳天皇に対する仕打ちはひどいものだったんだ。白河法皇が亡くなり、鳥羽上皇が権力を握ると、崇徳天皇への当たりはますます強くなっていった。1141年、鳥羽上皇は22歳の崇徳天皇に天皇の座を明け渡すように迫る。鳥羽上皇は崇徳天皇の子供を差し置いて、自らの夫人との間に生まれた息子成人親王を崇徳天皇の養子に迎えさせ、強引に第76代天皇としたんだ。こうして崇徳天皇はわずか3歳の成人親王に皇位を譲り渡し、崇徳上皇となった。上皇っていうのは天皇の座を後継者に譲った人物のことだよ。でも新
らしい天皇が3歳なら何もできないんじゃなくて、実権は父親が握るんじゃないですの？いや、鳥羽上皇はその点についても抜け目なく嫌がらせをしていたんだ。なんと鳥羽上皇は書類上は新天皇を崇徳天皇の弟にしていた。姑息な手段まで使って徹底的に崇徳上皇を排除したんだ。天皇が弟だと政務を天皇に代わり直接行うこともかなわない。崇徳上皇はひどくショックを受け、父親の恨みの深さを知った。背を早み岩にせかれる滝川の割れても末に合わんとぞ思う。百人一首にも選ばれたこの和歌は、崇徳上皇が岩によって別れた川の流れのように離れ離れになった二人がまた再び会えますようにと歌ったものだ。情熱的な恋の歌だと言われているが、もしかしたら一度も自分を愛してくれなかった父鳥羽上皇への思いを綴っていたのかもしれない。しかし親子の確執が解ける時はついに来なかった。1156年7月、鳥羽法皇の臨終の場に崇徳上皇が駆けつけると、こう言って止められた。お帰りください、鳥羽法皇より。死んでも崇徳様には会わせるなと言われております。最後の最後まで父から自分に向けられた強烈な嫌悪に崇徳上皇は打ちのめされた。さらに追い打ちをかけるように身に覚えのない噂が飛び込んできたんだ。崇徳上皇が反乱を起こそうとしている。当時天皇の座にいたのは鳥羽法皇の次男後白河天皇、つまり崇徳上皇の弟だ。崇徳上皇が養子として迎えた第76代天皇は病弱でわずか17歳で亡くなってしまった。再び後継天皇の議論が巻き起こったが、この時も崇徳上皇は追いやられ、弟である後白河天皇が権力の椅子を得たんだ。弟といえど叔父子の件が本当なら父親は違う。そのためか二人の間にはずっと確執があったようだ。一説では弟後白河天皇とその側近たちが崇徳上皇を完全に追い出すためにあらぬ反乱の噂を流したとも言われている。図らずとも弟と対立してしまった崇徳上皇は保元の乱に突入する。しかし現役の天皇である後白河天皇に太刀打ちできずに完敗、京から追放され、現在の香川県である讃岐の国に流された。天皇だった人物に流刑が下されるのは実に400年ぶりという異例の厳しさ。護送される時も囚人同様の乱暴な扱いだったらしい。こうして讃岐の国で軟禁生活を送ることになった崇徳上皇は仏教に傾倒し日々写経に励んだ。自らの人生を反省し、戦乱のために命を落とした兵士たちの霊を慰めようとしたのだろう。3年もの歳月をかけ極楽浄土への願いを込めた写本を完成させた。そしてその写本を朝廷に送り、京都のお寺に納めて戦死者の供養をしてほしいと頼んだんだ。しかしそれを受け取った後白河天皇は崇徳上皇の頼みを拒否、それどころかこう言って写本を送り返させた。崇徳はこの書で俺に呪いをかけるつもりだ。戻ってきた写本を前に、ついに崇徳上皇の心は闇へと落ちていった。怒りで体が震え、排除され続けたことでたまりにたまった恨みが爆発。崇徳上皇は勢いよく舌を噛み、流れ出た血で写本にこう書き加えた。我日本国の大魔炎となり、功を取って民とし、民を功となさん。つまり私は日本の国の大魔王となり、天皇家を平民に落とし、民を天皇家にとって変わらせてやるという意味だ。これこそがまさに皇室を呪い続ける呪詛となる。怒りに燃える崇徳天皇の髪や爪は伸び続け、やがて夜叉のような風貌に変わった。一説では生きながらにして天狗になったとも言われている。これだけひどい仕打ちを受けてたら呪いたくなる気持ちもわからないでもないですわ。散々な目に遭ってきたから死んでも死にきれなかったんだろうね。こうして発動した崇徳天皇の呪いはもう手に負えないんだぞ。終わらない崇徳天皇の呪い。46歳で亡くなるまで崇徳上皇は故郷である京の都に帰ることはできなかった。朝廷を恨み続けた崇徳上皇の遺体からは鮮血が止めどなく流れ、まるで生きているようだったと言われている。一方の後白河天皇は崇徳上皇の死を無視していた。崇徳上皇はあくまで罪人であり朝廷が弔う人物ではないと知らんぷりを決め込んでいたんだ。しかし崇徳上皇が亡くなって約10年が経過した頃から事態は急変。後白河天皇の交代後、謙信門院を含む天皇の関係者たちが立て続けに命を落としたんだ。それを受けまことしやかに噂が流れ始める。きっと崇徳様の呪いだ。翌年には噂に拍車をかけるように大事件が起きる。平安京の中で起こった大火災、安元の大火だ。炎はみるみる燃え広がり皇居をも襲った。結局京の都の3分の1が灰となったらしい。それでも崇徳上皇の呪いは収まらない。
かつての戦で後白河天皇に味方した人々が一人また一人と死に追いやられ、後白河天皇をじわじわと苦しめていった。精神的に追い詰められた後白河天皇は崇徳上皇の魂を鎮めようと、かつての戦場に崇徳院廟を建てさせた。廟って何かしら？霊廟とも言って、死者や祖先の霊を祀る場所のことだぞ。これで崇徳天皇の呪いは収まりましたの？いや、そう簡単にはいかないのが史上最強の怨霊と言われるゆえんなんだ。後白河天皇の対応はあまりに手遅れだった。崇徳院が皇室にかけた呪詛はとどまるところを知らず、武士中心の鎌倉幕府の成立によって政治が天皇の手から完全に引き離されることになる。まさに公を取って民とし、民を公となさん。天皇が権威から降り、人民が主権を持つようになったと言える。ここまで聞いたミッドナイトの諸君の中には、崇徳天皇のたたりなど遥か昔の話だと思った人もいるだろう。しかし後白河院が病死した後にも、崇徳天皇の存在は天皇家につきまとい続けている。かの明治天皇は即位の前に讃岐の国に使いを出し、崇徳天皇の魂を京都に連れ戻し鎮魂しようとした。昭和天皇も東京オリンピックの開催前に香川県に使いを出して儀式を行い、崇徳天皇の魂を安らげようとしている。不遇の人生を送った崇徳天皇、千年近い時を超えてなお彼の悲しみと怒りは日本を覆い続けているんだ。ミッドナイトの皆様、高評価とチャンネル登録お願いしますわよ。諸君、無理せずでいいんだぞ。してよ、おい、落ち着くんだぞ。ヤミリ君、ヤミリ君。